こんにちは、アバウト工業と申します。本日は私の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は青春18切符と上毛電気鉄道を利用して横浜から群馬県の心臓血管センターを日帰りで往復する動画です。私事で大変恐縮ではありますが、私以前から心臓血管センターという駅名が非常に気になってまして、今回は心臓血管センターに行き、心臓血管センターがどんなところなのかを見て帰ってくるが旅の目的になります。よろしくお願いいたします。動画の最後に所要時間など詳細をまとめてますので、もしよかったら旅のご参考にしていただけたら幸いです。まず最初はここ横浜からの出発になります。湘南新宿ラインで群馬県の高崎を目指します。高崎までは2時間25分の乗車です。それでは旅の始まりです。この電車は湘南新宿ライン高崎線直通、最速高崎行きです。今回の目的地群馬県の心臓血管センターまでの往路の所要時間は3時間31分になります。6時26分に横浜を出発し、湘南新宿ラインと両毛線で群馬県の前橋を目指し、前橋から上毛電気鉄道の中央前橋駅まで徒歩で移動し、中央前橋から上毛電気鉄道に乗車し、9時57分心臓血管センターに到着となります。帰りは心臓血管センター発の横浜への最終が20時27分となるので、心臓血管センターには最大で10時間30分滞在できます。なお中央前橋心臓血管センター間の上毛電気鉄道は私鉄なので、青春18切符は利用不可となり別料金になります。今回は片道あたり約3時間半の移動となるので楽な旅となります。高崎までは湘南新宿ラインなので新宿経由になります。高崎に到着、ここで両方線へ乗り換えをします。高崎は新幹線の他に高崎線、上越線、信越本線、八高線、吾妻線、両毛線、上信電鉄などなどが乗り入れる群馬県の交通の要衝となってます。県庁所在地はこれから向かう前橋になります。次は両毛線で前橋を目指します。前
前橋までは15分の乗車です。前橋に到着しました。次はこの前橋駅から上毛電気鉄道の中央前橋駅まで歩きます。前橋駅から中央前橋駅までは徒歩で15分ほどです。100円で乗車できるバスもあるみたいですが、墓地を眺めながら歩いてみたいと思います。駅前の大きな通りをまっすぐ行けば着くので迷うことなく行けました。中央前橋駅に到着です。往路最後の路線、上毛電気鉄道に乗車します。ここからは青春18切符は利用できないので切符を購入します。レトロ感のある車両です。車内はウサギだらけでした。上毛電気鉄道で最終目的地の心臓血管センターを目指します。心臓血管センターまでは12分の乗車です。2両編成の後部車両は自転車での乗車も可能です。上毛電気鉄道上毛線は中央前橋から錦織を結ぶ路線です。赤城山の麓を走り駅数は23駅ありますが、ほとんどの駅が無人駅となってます。今回の目的地である心臓血管センターは中央前橋から6駅先になります。列車などのすれ違い待ちなどがありますが、駅の間隔は2分から4分で次の駅に着きます。横浜を出発して3時間31分心臓血管センターに到着しました。これで往路の終了になります。帰りは心臓血管センター発の横浜への最終が20時27分となるので、心臓血管センターには最大で10時間30分滞在できます。まずホームに降りるとカラフルなベンチとテレフォンカードのみ利用可能な公衆電話が出迎えてくれます。無人駅となっているので改札はなくそのまま出れます。それでは心臓血管センター駅周辺を散策してみたいと思います。ホームを降りてすぐのところに自販機があるので喉を潤すことができます。黄色いベンチと無料で利用できそうな駐輪場もあります。駅からすぐ公園の入り口があり、その先に群馬県立心臓血管センターがあります。こちらの公園も心臓血管センターの敷地だそうで、普通の公園と違うのは患者の感染予防のためペットの散歩は NG のようです。立派な橋が2箇所にかかってました。渡ってみます。橋の真ん中で後ろを振り向くと心臓血管センターが見えます。大きな病院のようです。もう一つの橋からは赤城山と県道3号前橋を上回る流線が見えます。県道沿いには心臓血管センターのすぐ近くにホルモン屋さんがありました。食べたかったのですがお休みでした。
県道沿いが心臓血管センターの正面入り口のようです。目の前にはコンビニもあり、買い物には困りません。心臓血管センターとても良いところでした。来て良かったです。それではかなり早いのですが、袋に入りたいと思います。袋の心臓血管センター横浜間は往路と全く同じ路線になります。それでは袋を少し早足でご覧ください。最後までご視聴していただき